こんにちは、バンザブローです。早いもので家を出てからすでにもう30分近く経ちましたが、普段なら10分程度で来る距離、もう30分かかってますね。今日は朝6時30分に家を出て、朝の6時30分ですよに家を出て会社に向かっています。というのも、札幌先週末から大雪になりまして、非常に道路状況が悪い状況です。ここはすごい綺麗に排雪されて、なんかねおかしいんですよね、札幌市の除雪。こんなところで申し訳ないんですけど、こんなところの排雪別に後回しでいいんですわ。ここなんかそんなに住宅街あるわけじゃないんで、通勤バスレーンでもないし、学校あるわけでもないし、通勤通学そんなに人いないんですよ。見てください、この先住宅が一気にまた道幅狭くなるんですよね。バカじゃないかなと思って、札幌市の除雪。この一つ前の動画、雪ない雪ないって言ってる動画あると思うんですけど、それから札幌徐々に雪が降り出しまして、先週末から一気に雪降って積もって、例年並みの80センチ、私の住んでるところで80センチですね、例年並みの積雪量になってしまいました。でご覧のように道幅、雪山も高く道幅も狭く、車1台通るのがやっと。北海道の道って本州とかに比べたらかなり広いはずなんですけど、それでもこんな感じですね。なので渋滞が大発生してまして、なかなか通勤苦労しています。まあそんな毎年のことなんで、ぼやいてもしゃあないし、見てる方もそれほど伝わらないんじゃないかなと思うんで、なんか面白い話ないかなと思ってて、譲ってくれた方にはお礼の手を挙げたりして挨拶します。なんか面白い話ないかなと思って、あの皆さん、あの映るんですっていう使い捨てじゃないんですけど、レンズ付きフィルムカメラってご存知ですかね。今若い人の間でなんかまたフィルムカメラみたいのが復活、ちょっと人気あるみたいで、結構映るんですが売れてるって話なんですけど、それのリサイクルで集められた時にレンズを外すんですよね。外してまた新しいやつにつけたりするんですけど、リサイクルで使うんですけど、そのレンズだけを取り出して、今現行のカメラ、デジタルカメラだとか一眼レフルとかミラーレスカメラとかに使えるようにした映レンズというものが売られてまして、要はレンズだけは映るんですのレンズですよっていう商品なんですけど、それをまあだいぶ前に買って遊んでたんですけど、なんか使い道ないかなと思って FX30、 その FX30 という最新型のカメラにつけて動画撮ってみたり写真撮ってみたりしたらどんな感じになるかってことを試して今遊んでみてます。映レンズってこんなんです。この薄いやつ、カメラの前について、これがそうですね、こんな感じのものです。めっちゃコンパクト。その映像、なかなかこんな状況で外出て歩いたりそんなこともできないし、遊びにも行ってないんで、通勤の時に車内からいろんなものを撮りためた映像があるんで、
どんな感じかなかなか面白いと思うんで、この後ご覧いただきたいと思います。まず、先にそちら見てもらおうかな。映像見てみてください。どうぞ。1月12日こんな感じ、プラス気温ですね。昨日までの寒さがそのようプラス気温です。ガラスについた水滴も凍ってなくて水になっています。頑張れ救急車、救急車頑張れ。いや本当なんかあったかいな。1度ですよ1度、外の気温こんなことあるかな。でも今日昼から午後からか吹雪の予定なんで怖いな。これこの暖かさ静けさが嵐の前のような感じがします。1月12日の夕方、仕事終わって帰ろうとしてると、昼間はすごく天気良かったのに吹雪になりました。今ちょっとやんでるみたいですね。さっきはすごい吹雪いてました。めっちゃ風が強くなってきましたね。これ今日やばいかな。このまま雪降り続けたら結構積もりそうですね。天気予報も、週末土日結構積もるって言ってたんで、明日大学入試受験生に影響出なきゃいいなと思っています。1月15日午前5時40分ぐらいだと思います。雪が積もりました。除雪車が入って一晩でこのぐらい、このぐらい何センチ、10センチぐらい雪が積もりました。これから30分かな、30分除雪します。いや降りましたね。朝の除雪は辛いです。頑張ります。すごいな、それにしても。なかなか皆さんの地域であんな風にパワーショベルっていうのかな、ロードローダーっていうの、なんていうんですかね、ああいうのが普通に走ってる風景って見ますか。建築現場とかそういうところ以外で見ることないと思うんですよね。いやーもう本当、今この狭い後ろ右にかこういう道走ってきたんですけど、もう車1台すれ違えないですね。対向車来たらどちらかが譲るみたいな感じになって、まともにまっすぐ走ることができなくなってきてます。常に対向車気にして譲るか譲らないか決めないと、判断しないとダメになってますね。そういえば今日ここ、よいしょ、見えないか、中学校なんですけど、札幌市内の中学校、今日からだったかな、今日から3学期始まるみたいですね。まあ石川とか普通に生活できない人の分も頑張って勉強してほしいと思います。幼稚園バスもすごいことになってますね。出れるのかなこのバス、なんか心配。1月15日今もうすぐ6時になります。会社出て30分、普段なら5分ぐらいで来るところまで30分かかってきました。いやー
今ちょっと落ち着いてるんですけど、今日一日昼から午後からですね、昼過ぎから吹雪になって、ご覧のようにいつも利用している札損自動車道高速道路吹雪で通行止めになりました。なのでこれから通常の下道で帰らないとならないので、これから1時間かな、1時間近くさらに運転して帰らないとダメになりました。家に着くのは7時過ぎかな、そんな感じです。1月16日昨日と同じ映像じゃないですよ翌日です、昨日から大雪が降った札幌こんな感じ。除雪車が入って、除雪車入ったのこれ除雪車の時間が早すぎてもう積もってます。車昨日より降ってますね。昨日の方がまだ雪の量少なかったような気がします。こんな感じわかりますか、このぐらい参りましたね。大雪です。今日も除雪1時間コースです。頑張ります。なんか昨日も同じようなとこで撮った気がするんですけど、今日もここで撮っています。結構流れ悪くなってますね。あの上札損道という高速道路なんですけど、今日は吹雪の影響で止まってますね。全線止まってるんで、一緒に走ってるこれ札幌新道並行してずっと走ってるんですけど、大渋滞ですね。まだ時間的には7時5分なんですけど、この渋滞だと8時台近くなってくるともっと渋滞して動かなくなるんだと思います。いやひどい、映ってるのかな、すんごい雪、かなりの量降ってますね。年に何回かあるかないかぐらいの大雪になっています。大丈夫かな今日帰り。そういえば今日気温も低いんですよね。今マイナス7度で吹雪雪がセンサー部分にへばりついて、いろんな運転支援システムが動作しなくなりました。一回今日撮ったんですけど、走り出して何分かして一度着いたんで車を止めて撮ったんですけど、また着きました。もう今日は諦めてこのまま走ります。安全運転してれば使わない機能なんで。でところでもう日の出の時間済んだと思うんですけど、全然外明るくならないですね。こんな感じです。1月18日午前7時20分。もう運転、間もなく50分。家出て50分。疲れますね。ご覧のように左山うず高い雪山で、もし歩行者出てきたら多分、雪山から、影からできるまで、できるまでですね、人が できるまでっていうのかな、姿見えないですね。歩行者いるかどうかわからないんで、ほんとこういう交差点とか、まあ、ここは大きい交差点なんで歩行者も飛び出すことないと思うんですけど、油断できないですね。ほんと雪は高くて怖いです。いや川霧ですかね、すごいです。こんな感じ、全然何も見えない、真っ白。ここに来て急にこんな感じになりましたね。すごいな、幻想的。ダンプ走ってそうでもないですけど
タンプ音が本当幻想的ですね。年に何回かあるんですけど結構ですね。で渋滞はまってます。ちなみに今のところ映ってくるよいしょ1時間22分もうちょっとで会社なんですけど、まだ1時間半かな。やっぱり1時間半コースでした。ちなみに向こうの方後ろ映ってくるわ、明るいですね。この辺だけですね、もうやってんの。はい、いかがだったでしょうか。あ、今ちなみにこれ、この今見てる映像はですね、先ほどの前説と今の映像は iPhone のカメラで撮っています。ブラックマジックカメラですね、定番の使って撮っています。なのでバリバリ夕張バリバリ夕張知らないってね、みんなね、綺麗な映像になってると思うんですけど、どうですか、あの映レンズで撮った映像、なかなか面白いと思わないでしょうか。あの、なんだろうな、あれも 4K なんですよ、一応 4K の映像で撮ってるんだけど、なんとも言えない80年代とかのビデオカメラ、あれでちょっとノイズ感を加えたらそんな感じになるんじゃないかなと思うんですけど、まあ今回は何もいじってないでそのまま出してみましたが、面白い映像になってんじゃないかなと思うんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、写真は写真で結構面白い、まあ、映るんですよりは、まあ解像感はちょっとやっぱりいいですよね。綺麗だと思うんですけど、なかなか面白い映像が撮れてると、写真も撮れると思います。本当はね、カメラ持ち出してなんかいろんなとこで撮影してみたいと思ってるんですけど、まあ、週末はご覧の感じで雪かき雪かき雪かき、朝から晩まで雪かき、まあ疲れ果ててちょっと外出て歩くとか遊びに行くとかっていう気力が全く残ってなかったんで、お正月明けどこも行ってないんで面白い映像撮れてないんですけど、勘弁していただきたいと思います。という感じで、この後もこの映レンズ使って動画撮ってみたり写真撮ってみたりして遊んでいきたいと思っています。あのね、バビッとした綺麗な映像で Vlog 出してる方はたくさんいるんで、それだと面白くないんで、綺麗な映像は そういう方の映像を見てもらえばいいと思うし、またあのいろんな場面場面でね、レンズ変えて遊んでいきたいなと思っています。じゃあこの辺にしておきたいと思います。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録、評価、コメント等いただけると動画を作る励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。したっけね。運転神経使うから疲れますね。会社たどり着くまでになんか疲れちゃう感じです。